はいどうもこんにちは、僕です。ファイナルファンタジー7続きをやっていきましょう。いよいよね、この新ナビルに到着いたしました。これから新ナビルに入っていくんだと思うんですが、ここはなんだ？ちょっと周りを見てみようか。あ、行き止まりだったわ。じゃあ階段を降りるのかな。さっきのティファーとバレットがどこに行った？ここか。ここじゃあ降りていこう。まず下に降りるのかな。光栄だぜ。警戒態勢。アバランチの本体、あるいはブータ。ブータとは急戦中。アバランチの本家出てくるのかな。まだ分派本か本派か本派。アバランチの本派。なんもねえ、なんもねえよ。こっちなんもない。俺たちの目的はエアリスの救出だ。余計な騒動は避ける。うまく立ち回れ。こっち側か。こっち側が神羅の本社ですね。どうしてくれようかって話だ。ボムだって我慢する。ボムだって我慢する。自爆しないで。意外とアイテムとか何も落ちてないんだな。あそこに正面に見えますのはベンチと自販機でございます。ああ、特に目ぼしいものは売ってなさそうだな。何もないですね。回復も特にね、かかってないからする必要ない。はい、ポーション。そしたら、こっち側か。ここにもアイテムがあった。何かな？はい、ポーション。どこだ？この階段降りるのか。あ、普通に車が走ってるんだ、ここ。何？首都高みたいな。あの車結構速いぞ。車が走ってるとなんか、すごいな。すごいな。あれって、シンラの車だよね。飛び乗るぞ。飛び乗る。どうやって侵入するんですかね、リメイクだと。飛び乗るのか。気づかれないもんなんですかね。気づかれるんじゃない？新ラビル、地下駐車場。あれ、今上にいた？いるじゃん。バレないの？バレるでしょ。バレないんですかね。外はどうだった？そっちは異常なし。ナンバープレート。了解。SHR っていうのはなんだ、神羅の略称ですかね。何してんや。バレちゃった？なんだ貴様ら。バレちゃったじゃないですか。畳みかけるぞ。せめてこ。こちらだ。まだいるのか。敵がどんどん出てくる。敵がどんどん出てくるタイプ。うまく立ち回れと言ったはずだ。不器用なもんだよ。あいつから暴れる気だった。あ、黙ってね。まだここで消えよ。それここから繋げる。イージーだからね。敵が柔らかくてめちゃくちゃ嬉しい。風のアテリアが成長した。通用口は奥にあったはずだ。通用口は奥にある。ちょっと待ってください。バトルレポート、あとどんぐらいあるの。やっと半分だわ。全12種のうち6個ね。あ、んで、あれですね、アルキマニアがカンストしてましたね。いつの間にか。あの、アルキマニアをカンストすると AP アップっていうこのね、マテリアになるらしいんですよ。ちょっとこれが欲しかったんでございますわ。なので、ちょっとこれを組み合わせていこうかな。蘇生マテリアがなかなか成長しないんで、蘇生マテリアに AP アップをね、つけていきます。そんなところで良いかな。これで進んでいきましょう。おい、どうなってる？本部と連絡が取れないらしい。
よっしゃー。ここで決めよう。この邪魔だ。しょろいぜ。何もないかな。また連戦できる子だ。うわ、硬いやつだな。オーバードライブ。痛いな、なんだよ。ブリザラ？サンダが。勝った。普通に魔法使っちゃったけど、MP 温存した方がいいかな。どうなんだろう。今どの辺に当たるんだろう。地下から侵入してるんだよね。広いな、広いわ、広いわ、広いわ。すごいバーストするな。クラウドたまんないかな。クラウド、クラウドたまったね。あ、でも2匹しかいないのか。だいぶ順調。こんなにノンストレスで進めるんですね、イージーモードだと。また、ああ、こいつらか。嫌な感じだな。嫌な感じ。そっちじゃないんだわ。なんだよ、ちょっと盾持ちはちょっと置いといてほしい。この上級鎮圧性が邪魔。痛いわ、痛いわ、危ない。ここから繋げる。当てる。うぜ。当てる。攻めてこ。縦が邪魔。縦持ち超邪魔。お前だよ。あ、ちょっと待って、ターゲットそっちか。ダメージ受けてる、ダメージ。なに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 。何？頑張るの？じゃあね。届かなかった。ここで決めよう。痛い痛い痛い。回復くれ回復。回復はバレット。危ない。早く早く早く。イオルナ、こいつうぜえんだわ。どこにいんだよ。どこどこ。やっと終わった。長かったな。なんかアイテムとかないのかな。がっつり見つかってるけど、メガポーション嬉しいな。そんなもんしかないのかな。そんなもんしかないのかな。なんかもっと他にいいものないかな。ないね、ないね。行こうか。ここはどこだ。上に繋がってるね。エスカレーターで行こう。ここは何だろうな。あ、これ入り口じゃないの。エントランスかな。ああ、シンナービル、エントランス。入り口までやってきましたよ。誰もいねえな。バレてるのかな。エアリスの居場所、見当はついてるの？おそらく、科学部門の研究施設だ。どこにあんだよ。
多分上の方。ずっと上だ。多分かよ。確認しようか。受付でわかるかな。受付どこにあるの。綺麗な建物。ムカつくぜ。自販機とかないのかな。これなんだろう。なんでもなかった。あ、アイテムボックスがあった。モグリメタルか。え、公衆電話があるの。公衆電話いっぱいあるね。受付ってここがそうなのか。なんかプロテクトされてるよ。触らない方がいいよね。え、なんで。生意気な。とにかく上へ向かおう。受付に入れない。こっちの方も入れない。あの車は、あの車ですね。あの車は、あの車ですね。じゃあ上に行こう。正面突破なんですかね。どうやって上がる？この先にエレベーターと非常階段がある。あ、バイクもある。バイクもありますよ、これ。エレベーターに一票。エレベーターに一票。階段登る？やっぱり階段登っていくか。どうするか選べるんですかね。新ラビルの情報、ショールーム、なんかいろいろあるね。こっちの方も行けるのかな。許可されたカードキーが必要だって。今行けないのか。反対側も同じかな。うん、ダメだ、こっちも入れない。この辺は自動販売機じゃないのかな。違うんだね。大丈夫かな。なんか取り漏れとかないですかね。あっても戻ってこれるかわかんないんで。あれ、入れないわ。許可されたカードキーが必要。鍵がねえと上がれねえってわけか。このビルの鍵はカード型みたい。カードキーならどこかで見たな。どこで。受付か。ああ、受付に入ればいいの。どうする。上から行けないかな。上から。ほら、あの照明を伝っていけば届くかも。マジか。無理だろう。バレット消極的だね。私がやってみる。ティファーが行くの。この中なら私が一番身軽でしょ。二人は見張りをお願い。バイバでかいけど。え、これなんかミニゲームが始まるのかな。まだ。じゃあ行ってくるね。行ってこい。気をつけろよ。任せて。何これ、どうなってるの。はっ、うん、怖いな。これただは伝ってくだけでいいのかな。っ、うん、こっからどっちに行けばいいんだ。届く。ティファ。え、なんでなんでなんで。大丈夫か。びっくりした。え、どうしたらよかったの今の。なんかボタン出ましたかね。あれ、でもここに入ってこれたね。どうしたらいいんじゃ。え、乗れるの。車に乗れるの。車に乗ってどうすんの。あ、そこに伝うのかな。2000切るか、お金か。お金あんまりね、もう嬉しくないんですよね。え、これどうやって帰っていけばいいの？どうやって帰ればいいのかな？そこからね、はしごを伝って、あ、あそこにもなんかある。どうやって上に行くんだろう？この上にアイテムボックスがあるんですわ。どうやって登るのかな？やばい、ちょっとこれはね、3DI しちゃうよ。しちゃいますよ、3DI。ここだ。ここに登るのか。なるほど。なるほど。え、あっち側に行きたいんだよね。え、あ、ここ伝っていけるの。うん。ここのアイテムボックスまで到着しましたよ。何が入ってるかな。
グランドクラブ、何それ。聖剣突き、正面の敵を素早く突きます。バースト時ダメージ倍率アップ。じゃあ一通りね、装備とマテリアを整えましたので、どこに行けばいいのかな。あのはしごを登って行けばいいのかな。んで、これね、腕力勝負やってみるしかない。何それ、腕力勝負。なんか BGM が変わりましたね。ここじゃないとダメなのか。そんで、それでこっち側に来てどうすんの。ここなんかある。あ、ここか。で、飛び移って、どこに行けばいいのかな。そっち側かな。はしごを伝ってそっち側ね、今度は。ちょっと待って、これ、これどっちに進んでんのかわかんねえんだ。で、今度はこっち。いやー、ちょっと今日は 3D 酔いがね、結構来てますね。周りをね、ぐるぐる見渡さなきゃいけないところでは、非常にね、3D 酔いの発症率が跳ね上がりますね。仕上げのジャンプ、見ててね。何、仕上げのジャンプって、どこに飛ぶの？どこに飛ぶの？ここか。はっ、うん、帰ってきたよ。帰ってきたけど、そこ届くのかな？届くんだ。頑張るね。そんで、あそこ伝っていけるのか。特にね、ジャンプ中にコマンドが出たりとかしないんだよね。ああ、捕まれたよ。勝手に捕まってくれたわ。よかった。これなんだ、三角ボタン。ああ。また三角ボタン押すのかな。こうね、タイミングをよく、タイミングよく三角ボタンを押すと。あの時取れたけど、どうやって出るの、ここから。あ、これでセキュリティを解除できるかも。あ、中から、中から解除できるの。うまくいったな。何今の、勝手に解除されたよね。何もしてないけど。まあいいじゃねえか。ティワ、研究施設が何階にあるか調べられねえか。ちょっと待ってね、あった、北条博士の研究施設。北条博士、ね、65階。エレベーターか階段で59階のスカイフロアまで上がれるみたいだ。頂上何階まであるんですかね。頂上何階まで。スカイフロアの受付で手続きしないとダメみたい。スカイフロアの受付、59階を目指す、うん、あのね、階段使いたくないわ。正面突破でいく。どっかにベンチないっすか。ベンチないな。ベンチないんだな。回復したいな。非常階段を使うか、エレベーターを使うか。待って、カードキーを手に入れたんで、こっちもいけるんじゃない。いける。なんかあるんじゃないかな。ヘビーメタル。あ、そういえばなんかね、新しい防具も手に入ったんだよね。忘れてた。マキナバングル。マテリアの配置、これちげえや。運命の歯車が回る様をギミックで表現した腕は。あー、連結してるんだ。え？ヘビーメタル。マテリア穴を排して物理防御に特化した。豪快、豪快？なんて読むんだ。豪快な腕輪です。マテリア穴がないのはちょっと問題外ですね。あー、じゃあマキナバングルつけよう。防具があるだけですね、こっち側は。で、一応非常階段の方にも行ってみようかな。いや、戻ろうかな。こっち側にだけ、なんかアイテムがないかだけちょっと見たかったんですよね。ああ、正面突破よりは人目につかない。え、これ、待って。そりゃそうかもしんねえけどよ。ここまで来ちゃったらもう非常階段で行くしかないってこと？いや、そうかもしれねえけどよ。
いや、階段登りたくないんですよ。そうだね。レースじゃねえからな。煽るなよ。引き返す。あ、いけるね。うん、じゃあおとなしくね、エレベーター乗っていきましょう。エレベーターがいいよ。うん、59階までしか行けない感じですね、これね。上はどうなってんだろうな。うん、なんでこんなに人がいないのかな。これまでのようにはいかないだろう。なんだ。あ、早くない？10階。お前ら、人がいた。そっちは任せる。さあ行くよ。そこ。制限付き。攻めてこ。弱かったな。ここなんだ。あ、出れるのか。ちょっとインタラクトができない。インタラクトのね。え、待って、何？許可されたカードキーが必要。これじゃ、今持ってるカードキーじゃ出れないの。どうしたらいいんじゃ？また上に行くしかないのかな？どっかにカードキーが落ちてるってことはない。でもね、インタラクトのね、反応が非常に悪いよね、これね。じゃあ戻ろう。紐が冷えたぜ。通報されてないよね。そんな時間はなかったはずだ。上へ参ります。ドアが閉まります。これからも敵出てくるんだろうな、多分な。また止まるかな。死んだは階段を使え、階段を。また手食わしても速攻で片付ければなんとかなる。階段を使え、階段を。早速おいでなすった。20階、10階ごと科学部門オフィス。力技。これなんでクラウドになっちゃうのかな。私に任せて。いけ。畳みかける。聖剣好き。聖剣好き。熟練とボーナスね。終わり。当てる。止めた。かける。待って、バトルセッティング、なぜかティファーから外れてたんだよね、リーダーが。これね、ひどくないですか、これ、インタラクト。反応しなさすぎだよね、これね。まあ、ダメだね、ここ出れないね。これ、どれでも押せるの？ああ、どれ押しても来る。エレベーターはここなんですね。なるほど。シュッと頼むぜ。本当だよ。19階まで行きましょう。階段に移ってもいいぞ。それはない。ほら、また30階。10階ごとにね、止まるよね。誰？都市開発部門オフィス。いやー、これ通報されちゃうでしょ。普通の人も働いてるんだよね。見逃しちゃったよ。通報されただろう。40階です。さあ、どっちだ。早いな。誰？あ、こっちは大丈夫。母さんこそ怪我はなかった？死んな社員。そっか、安心した。怪しいだろ。え、そんなひどいな。上へ参ります。ドア。死んだ課長が出てくるかと思ったわ。アバランチがまたいつ攻撃してくるかわからないから、くれぐれも気をつけて。のんきだな。それと気づくだろう。信羅にも家族のために働いてる人がいて、帰る場所があって、待ってる人がいて、
もちろん分かってたことなんだけど、なんだかきついな。善人なんだろうが、連中は自覚なき共犯者だ。そういう連中の意識を変える必要がある。割り切ってるね。自分たちの売ってる魔法が星の命に等しいってことを自覚してもらわねえと。そうなれば世界は変わる。総会で聞いたよな。うん。総会？ティファ、エアリス救出に集中しよう。あくまでもね、あくまでもエアリス。ああ、ついたね、59階。59階まで飛んできました。マテリア生成室地下13階。地下があるの？70、80。マテリアって作ってるの？100、110。マテリアっていうのはどこに座ってるの？あのマテリアっていうのは魔法を結晶化したものなんですよね、確か。色が赤くなったよ。かわいそうだな、これな。スカーレットね、こんなキャラなの。スカーレット様、会議のお時間です。あなた、声をかけるタイミングが最悪。魔法濃度、マテリア構造、ともに安定しています。核マテリアの質量増加を確認。核マテリア、核マテリアってなんだ。よそ見してる。ん？え、何今の。今映像が切り替わりましたね。ゴージャスな姿を見せてごらん。何これ。不規則因子を検出。不規則因子。ひどい、ひどい。指定値を大幅に超え、なおも増殖中。領域内の至る所で結晶化を確認。何これ、何ができるの。暴走しています。ダメです、このままでは。お片付けよろしく。は、何マテリアが。お前なんで四つんぱいなんだよ。スカイフロアね、名前通り洒落てんじゃねえか。何今の。マテリアが暴走するとどうなるんですかね。そういったところで一旦ね、今回はここで終わりにしたいと思います。次回も引き続き、このどこに向かってるんでしたっけ、何階でしたっけ、とにかく上の階を目指してやっていきたいと思いますので、またねご視聴いただけますと嬉しいです。では最後までご覧いただきありがとうございました。ではまた。